隣人。俺の住んでるアパートはかなり古くて、隣の声が丸木声だ。今夜も隣に住んでる一家の団らんの声が聞こえてくる。まるまるちゃん、お口にケチャップがついてるわよ。ほらほら、また食べこぼしてる。まるまるくんは今日はたくさん食べたのね。えらいわ。さすがお兄ちゃんね。楽しそうな声が漏れ聞こえる中、俺は一人でコンビニ弁当を送ってる。もう慣れたからね。平気だよ。おばさんの声しか聞こえてこないことぐらい。隣人。